ラショ綱カドツナゴロは、台湾出身で花籠部屋所属の元大相撲力士、日本プロレス所属の元プロレスラー、元俳優。本名は、拓役。身長203センチメートル、体重125キログラム。1940年に花籠部屋に入門し、四個名は大日本帝国最高峰だった、台湾の新鉱山に由来して、新高山一郎。 1940年5月場所で初土俵を踏む。その後、四個名を泉二式に改名し、1946年11月場所限りで廃業、最高位は幕下15枚目。その後は日本プロレス入りし、巨人レスラーとして知られ活躍していた。日本映画の出演もいくつかあり、2メートルを超える巨体は、 作中でも不気味で異様な存在感を放っていた。中でも、黒沢明監督の映画、用心棒における悪役、牛虎の子分の一人、カン抜キ役として有名であり、三船敏郎を演じる、桑畑三十郎を投げ飛ばしている。映画、ヒマラヤ無宿心臓破りの野郎どもでは、殺人現場を目撃したために、命を狙われる雪男役として出演。 用心棒などではセリフも多い。天保年間に同盟のしこ名を持つ力士がいたようである。鳥取県鳥取しこさ山町の力士塚に名の刻まれた墓が存在している。日本統治時代の台湾に育ったこともあり、日本人と見間違えるほど完璧な日本語を喋っていた。長身で早身であることや目が細く、頬骨が出っ張っている等の顔の告示から、 映画等で出演している、羅モ門を観客が、ジャイアントババと間違えてしまうことがあった。また実際に、マスコミでババと間違えられて紹介されたこともある。なおババは、CM 出演を除けば映像作品に俳優として、出演したことは、ほとんどない。プロレスでは、藤田山中儀とのコンビで知られた。藤田さんとは、大相撲からプロレスという経歴。 および俳優として黒沢映画に出た経験があるなどの共通点があるが身長が大きく異なり藤田さんは身長 169cm でプロレスの世界では最も小柄だった当時わかりやすいデコボココンビでもあったため人気を集めていた二人であり異彩を放っていたありがとうございます